三条市にやってきました。今回の食材は？今回の食材はニラ。わー、ビタミンやミネラルが豊富でスタミナ食材として人気のニラ、夏バテ予防にもおすすめ。おー、取れた取れた、うわ甘い、うん、うわー、ニラニラニラ尽くし、どこ見てもニラ。ニラニラ光るニラニラ星発見、新潟農家飯。もう香るね香るね、ニラが香ってるね、香ってるよね、うん、あ、おー、待ってましたよ。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。お世話になるのは小倉博之さん、ニラ農家の若きホープ。失礼します。わあ、すごい。いやいや、短パンじゃないですか。短パン。ちょっと何ですかこの T シャツ。ね。お疲れバニラって書いてある。うん、そうそう、はい。めっちゃ気になっちゃいます。流行らせたいですね。いや、まだ流行ってないですか。いや、すごい。本当見渡す限りニラ。ニラです。ニラニラ。ここら辺はそのニラの産地なんですか。そうですね。見附とか中之島地区っていうのはニラの産地ですね。大体に新潟県の。シェアを持ってますね。突然ですがここでクイズタイム。三条、見附、長岡の中之島地域では県内の何割のニラを出荷しているでしょう。リューティストの横山美久さん、5秒で答えて。大体に新潟県の9割ぐらいシェアを持ってますね。9割。それじゃもうほとんど、ほとんど、そうそうそう、ほとんどなんで、まあ、産地はここだけ。私たちがきっとスーパーで買ってるのはほぼこの辺りのニラってことですもんね。うん、まあ、新潟県自体流通してるのは数が少ないんですよ。県内でのニラの生産量はまだまだ少ないため、市場に並んでいるものの多くは県外産になるんだそう、はい、お花ニラの、はい、こんな感じなんですね。ねえ、そうですね、彼岸花科なんで。あ、そうなんですか。秋に彼岸花って、はいはい、咲くじゃないですか。大好き、はい、その種類の一種なので、似たような花を咲かせますね。ところで彼岸花が大好きなの？食べる、めっちゃ好き。実家の近くに咲いてて彼岸花が。全く役に立たない山ちゃんの情報はさておき、早速収穫を。まあ手で束ねてもらって、はい、はい、地際からだいたい 1,2 センチ離してもらって、あ、地面から 1,2 センチこう刈るような感じですね。すごい大きいんでね、毛量が力がいるかもしれないですけど、毛量、毛量、これポニーテールにしたらすごい 1,2 センチぐらいですよね。頑張れ。ここでいいのか。いいですよ。もう一回行くぞ。もうはい、うわっ、ちょっ、いや、いや、くわっしょ。おい、取れた。取れた。すごい、ここもここもニラのエキスが、ニラエキス、そうです、そうです、新鮮なんで、すごい、そう、ちょっと甘いんですよ、もちろん。え、マジっすか。その根っことか茎の部分は糖度があるんで。果たして本当に甘いのか。お、うわ、甘い、甘い、ニラのめちゃくちゃいい香りと、ね、ちょっと苦味とかあるのかなと思ったら全然甘い。新鮮な証拠ですね。これ美味しい。これうま。え、こんなにニラってジューシーなもんなんですか。新潟県のニラジューシーです。なぜこんなにジューシーなのかというと、だいたいシェアトップ5とか10っていうのはだいたいハウスで作ってるんですね、うん、で新潟の場合は露地だから春から秋までなんですね。もう収穫回数が少ないから、まあ柔らかいですね。何回も買っちゃうと細くなったり硬くなったりするんですよ。ハウス栽培の場合は1年でおよそ10回ほど収穫しますが、露地栽培は4回ほど。収穫回数が少ない分新芽に近いので柔らかくジューシーになるんだそう。いきますよっ。よし、うわー、取れた。小倉さん、これ、はい、一株こんなにいっぱいありますけど、
スーパーで売られてるやつだと何袋分になるんですか？選別した後だいたい2袋分ぐらいになりますね。え2袋え、こんなに太いのに2袋？収穫後はすべて手作業で選別を行います。先端が少しでも茶色くなったもの、折れてしまったものなどは1枚ずつ取り除き、出荷時には半分ほどの量になるんだそう。 1,2 時間とかかけて、さらに選別に何時間もかけて半分になっちゃうんだよ。いやすごいですね。大変ですね。いやそうですね、大変ですね。ぜひとも食べてもらいたいですね。だからちょっとそのありがたみのあるニラ食べたいな。食べたいな。食べましょう。さあここからは引き続き小倉さんと小倉さんの農園の従業員さんの桑原さんにお料理を教えていただきます。今回のメニューは生産者ならではの驚きメニューニラのおひたしと、おつまみにもおかずにもぴったりニラチヂミの2品。じゃあ早速小倉さん、まずは何から教えていただけるんでしょうか？はい、ニラのおひたしに。わおひたし、はい、材料はこちら。ニラ、めんつゆ、塩、卵黄、白ごま。ニラ軽く洗っていただいてですね、沸騰したお湯に、ね、ゆっくり刃先の方から、刃先の方がちょっとしっかりしてるんで。私こっちから茹でてました。茎の方がこう太いからけど、でもこっちの方が水分があって柔らかいんですよね。知ってた。この刃先の方から。そうですね。すごい。なんか輪ゴムで止めてもらってゆっくりこう、はい、パスタみたいにしなしなしてくるんで。ニラが全部入ったら3分ほど茹でます。茹で終えたら冷水にさらし粗熱を取ります。水気を切ったら 2,3 センチほどの長さで揃えて切ります。その揃えて切るのには盛り付けに秘密がありますよね。その通りです。そうですよね。切り終えたら筒状に束ね器に盛ります。で真ん中ちょっと軽くくぼませてもらって、お卵黄ちゃんがステージに、はい、上がって乗り綺麗オンステージ。ここにめんつゆをかけ白ごまを振れば完成。簡単。お次は桑原さんに教えていただきますが、何をやっていただけるんでしょうか？はい、ニラを使ったチヂミ。わー、チヂミ。材料はニラ、薄力粉、片栗粉、鶏ガラスープの素、水、ごま油、醤油、酢、砂糖、白ごま、豆板醤。まず最初にニラ2センチぐらいに切るんですけど、はい、適当です。このぐらいの幅にしてるのは歯ごたえをちょっと感じてもらいたくて。なるほど。次に薄力粉、片栗粉、鶏ガラスープの素、水を入れよく混ぜます。片栗粉を入れるともちもちします。なるほど。刻んだニラを入れ和えます。多分これ生地少ないんじゃないかというような見た目になります。ちょっと大丈夫ってなる。そう、このぐらいでいいです。本当にいいと思います。これ少ないんじゃないですか。でもこんなもんでね、つなぎにきっちりなるので、うんうん、桑原さん、はい、今こんなもんって言ったら粉もんだけにねって言ってました。いやでも全然気づけてない。届いてませんでした。すいません、耳のドライブスルーしてます。熱したフライパンにごま油を敷き流し入れます。均一に火を通すために均一に伸ばしてください。フライパンの中で、はい、蓋をして焦げ目がつくまで中火で焼きます。その間に残りの調味料をすべて混ぜてタレを作ります。あ、いい香りがする。いい香りだ。あ、いい感じかも。あ、いいかも、いいかも、いいかも。あ、いいかも。いい？返す。来る？返す。うわー、うまそう。桑原さん、ひっくり返したら再び蓋をして反対の面も同じように焼き、タレをかければ完成。うわー、ニラ、ニラ、ニラ尽くし。いいかもしれない。すごい。どこ見てもニラ。いただきます。まずは温かいうちにニラチヂミを。
いっすねうま食欲をそそる香り、うん、あとこのごまだれも効いてて、ずっとこう食べ続けられる美味しさ、おいしい正直、派手さはないんですけど、うん、うまさは爆発してます、はい、めちゃくちゃ美味しいじゃあちょっと、はい、キリン午後の紅茶美味しい無糖もいただきましょう。はぁー、口の中さっぱり美味しい、ほんとすっきりするね。キリン午後の紅茶美味しい無糖は2つの異なる温度で茶葉を抽出することで香り高さと豊かな余韻を引き出しました。続いてニラのおひたしを。はい、美味しい。ありがとうございます。おひたしにすると、うん、ニラの甘みがさらにわかる。うまい。ほんとシャッキシャキだ。卵がまたまろやかにしてくれ てくれるね。一つにしてくれてる、うん、うまっ。おいしい。今日はお疲れバニラ。お疲れバニラ。本当にお疲れバニラでした。ありがとうございます。甘みとうまみ、スタミナ満点のニラと、すっきり爽やかキリン午後の紅茶おいしい無糖、いいっすねー。